日本語能力試験紹介 N3 これから N3 の紹介試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番市役所で男の人と女の人が話しています男の人は この後何をしなければなりませんか課長、来週行う経済セミナーの件ですが、さっき見てみたら当日使う予定のマイクが一本壊れてたんです。そう。確か市民課に新しいのがあるはずだから借りてきます。ちょうど今から別の用で行くところですから。ありがとうございます。あ、当日配る資料だけど、講演していただく森先生に、 前に送ってもらったものでいいか確認しておいてくれますかわかりましたすぐメールしますいえメールはいつ見てもらえるかわからないから電話でお願いしますあはいそれからスピーカーも一応音が出るか確認してダメだったら市民家に借りに行ってくださいねそれはさっきマイクの確認と一緒にしましたそうですか 男の人はこの後、何をしなければなりませんか二番会社で男の人と女の人が話しています女の人は この後まず、何をしなければなりませんか鈴木さん、来月、田中部長が海外の支店に移られることになったの、聞いたはい。部長にはい色々お世話になったし、最後に食事会をしようと思うんだけど、その時、プレゼントと一緒にカードを渡したいんだ。悪いんだけど、カード買って、みんなに回してメッセージを書いてもらって。わかりました。 人数多くて時間かかるかもしれないから明日からでも回し始めないとねプレゼントは私が何か用意しておくよはいそれから食事会の場所だね私いいレストラン知ってるので日が決まったら予約しておきますありがとう来週部長が出張から戻られたらご予定を伺ってみるよわかりました 女の人は、この後まず、何をしなければなりませんか三番日本語学校の教室で、先生が話しています。学生は、 この後まず、何をしなければなりませんか今日は中村先生が急なようでいらっしゃらないので、代わりに私が来ました。この時間は、一人ずつ自分の趣味について発表をする予定でしたが、それは明日の授業でしてもらいます。いつもやっている漢字テストは、今日はありません。えー、昨日の授業で物語を読みましたね。 原稿用紙を配りますから感想を四百字ぐらいで書いてくださいそれから昨日宿題が出ましたね教科書の練習問題それは明日中村先生に出してくださいじゃあ始めましょう学生はこの後まず何をしなければなりませんか 4番？スーパーで店長と女の店員が話しています。女の店員はこの後まず何をしなければなりませんか？山田さんおはよう。ちょっといい。はい。店長新しくバイトに入った。林くんのことなんだけど、山田さんが指導係になって色々教えてあげて欲しいんだえ。私がですか？うん。 よよろしく頼むよ今林くんには店の前を掃除してもらってるんだけどもう終わる頃だから店のどこにどんな商品が並んでるのか教えてあげてはいそれから午後はレジの仕事の説明をお願い彼にはできるだけ早くレジを覚えてもらいたいんだわかりました閉店後の店の中の確認も一緒にした方がいいですか お客さんのの落ととし物の回収とかそうだねそれもお願いするよ女の店員はこの後まず何をしなければなりませんか 5番ゴルフ教室で男の人と受付の人が話しています男の人はこの後どのクラスに申し込みますかあのすみませんゴルフのレッスンに申し込みたいんですがどのクラスにすればいいのかよくわからなくてはいクラスは全部で4つありますがゴルフは初めてですかいえ。 以前やってましたそうですかでは入門は初めての方のクラスなので経験者の方はそれ以外の初級中級上級の3つの中からお選びくださいそれぞれぞどんんなことをするんでしょうか初級は入門クラスで習った基本的な打ち方をしっかり身につけるクラスです。中級は基礎を身につけた人が いろいろな技術を学ぶクラスです。はい。上級は、市の大会を目標に頑張っている方が多いですよ。市の大会ですか。昔はよく出てたんですけど、しばらくやってないし。あ、すみません。このクラス、今、定員がいっぱいになってました。一つ下のクラスから始めてみてはいかがですかそうですね。そうします。 男の人はこの後どのクラスに申し込みますか六番お城の前で案内の人が話していますこれから お城の中ををを見学すする人は入口で靴靴脱いだ後靴をどうしますか皆様これからお城の中を見学していただきますが靴は入り口で脱いで土が落ちないように袋に入れてお持ちください袋は入り口でお渡しします 本日は大変混雑しているため見学通路は一方通行になっております入り口と出口が違いますので入り口に靴を置く棚がございますがこれは本日はお使いにならないようにしてくださいまた脱いだ靴を入り口の隅に置いていかないようにお願いしますこれから お城の中を見学する人は、入り口で靴を脱いだ後、靴をどうしますか問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。 その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 一番。携帯電話で女の人と男の人が話しています。二人はどこで会いますか もしもし佐藤君今どこあもう駅の北口の改札についてるよ北口の改札で会う約束だよねごめん私今南口にいるんださっきハイヒールのかかとが折れちゃって確か南口のデパートに靴を直せるところがあったからちょっと寄っていきたいんだけどそう じゃあ、僕も南口のデパートに行こうかううん北口によく行くカフェがあるよね時間かかるかもしれないからそこで待ってて分かったじゃあ後で2二人はどこで会いますか 2>, 2番会社で女の人と男の人が話しています。男の人はどうして今の家に住んでいますか 木村さんって、通勤に2時間かかるんだってご両親の家から通ってるのああ、一人暮らしだよ。ふーん、一人暮らしなら会社の近くにも住めるのに、どうして遠くに会社の近くより家賃が安いのいや、家賃はそんなに変わらないけど、部屋がたくさんあって庭もあるんだ。僕、本をたくさん持ってるから、 置いておけるる部屋があると便利でそうなんだ庭があるんなら犬とか飼えるよねそうだねでも出張なんかもあるしペットを飼うことは考えてないんだ男の人はどうして今の家に住んでいますか 3番テニス教室で男の人と女の人が話しています女の人はどうして最近テニスが上手くなったと言っていますか 山田さん、最近テニス上手くなったね。ああ、ありがとう。ラケットとか靴とか新しくしたから。え、道具を変えるとうまくなるのああ、<laughs> ごめん。それは冗談。うまくなりたくて、何かいい方法がないか、あれこれやってみたの。教室に来て練習する日を増やしてみたり、先生を変えてみたり、それから、 自宅でできるトレーニングを始めてみたり。うんそれでそれで私の場合は教室に来る回数を増やすよりうちで一人でできることをやる方が効果的だって分かったんだそっかなるほど女の人はどうして最近テニスが上手くなったと言っていますか 4番。会社で女の人と男の人が話しています男の人はどうしてお弁当を持ってきていますか さん今日もお父うん何を作るか毎日考えなきゃいけないのはちょっと大変だけど料理作るの好きなのいやあまり好きじゃないんだけど実は車が欲しくてずっと貯金してて外食すると結構お金がかかるよねそうだねお弁当だと野菜もたくさん入れられるから 健康にも良さそうだねああ健康のことはあんまり考えてなかったけどそうだね男の人はどうしてお弁当を持ってきていますか 5番男の人と女の人が話しています。男の人はインターネットで服を買わない一番の理由は何だと言っていますか おその服いい色だねどこで買ったのこれインターネットで買ったのいいでしょうあインターネットショッピングか実は僕インターネットで服を買ったことないんだ送料がかかるし品物が届くまでに時間がかかるんでしょうん送料がかかるものもあるよでも家にいて簡単に買い物ができるって やっぱり便利だと思わないうんそうだねただ大抵注文する前に実物を着てみることはできないんだよね僕はそれが一番気になるな今までなんか問題なかったうんサイトを見ればサイズや色はわかるから大丈夫だよ私はそれより初めて注文した時 店に名前とか住所とか教えなきゃならないことが気になったけどね。男の人はインターネットで服を買わない一番の理由は何だと言っていますか 6番町の体育館の受付で男の人と係の人が話しています「男の人はどうして今日利用の申し込みができませんか?」。 あの、初めて体育館を利用するんですけど、今日申し込めますか来月、12名でバスケットボールをしたいんです。代表の方ですね。あの、この町の方ですかはい。じゃあ、この町に住んでいることがわかる証明書と、あ、それから、今日、犯行はありますかはい。えっと、証明書は運転免許証でいいですか大丈夫です。 えー、では、この申請用紙に必要なことを書いてください。利用者の名前も全員分お願いします。あ、みんなの分は今、ちょっと、全員分必要ですかはい。じゃあ、確認して明日また来ます。すみません。では、この用紙を渡しますから、これに書いて、ハンコを押してお持ちください。利用料金は、 その時現金でお支払いくださいよろしくお願いします男の人はどうして今日利用の申し込みができませんか,せんかここで ちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、 話を聞いいてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます<番>テレビで。 女のアナウンサーと男の人が話しています。佐藤さんは小鳥を飼っていらっしゃるそうですね。ええ、シロという名前なんです。いつ頃から飼っていらっしゃるんですか2年前です。長男が4歳の時、自分で世話をするという約束で。最初は大変かと思ったんですが、きちんと世話を続けています。生き物を大切にする気持ちを持ってくれているようで嬉しいです。 小さいお子さんでも世話ができるんですねええ爪を切るとかそういうことは子供には難しいんで私がしますけどねそれからシロを飼うようになってから家族の会話も増えた気がしますそうですか幼稚園などで家族の絵を描くときには必ずシロも入っているんですよシロも家族なんですねそうですね私たちがシロと名前を呼ぶと いつもかわいい声で答えるんです男の人は何について話していますか 1, ?1 小鳥の世話で大変なこと 2, 2小鳥を飼ってよかったこと小鳥につけた名前の意味 4. 小鳥を上手に飼う方法。2>, 2番。アパートの前で、女の人と隣の部屋の男の人が話しています。中村さん、こんばんは。あ、こんばんは。 べはお友たたくさん来てたのに、ね、ぎやかでしたねあはい昨日はパーティーででも皆さんちょっと声が大きくて私夜なかなか眠れなかったんですよああすみませんでしたいいえパーティーって楽しいですよね私も若い頃友達とよくパーティーしてたからわかるんです 外国に住んんででいた時なんですけどねパーティーをするのはいいんですけどただ時間がねはい気をつけます外国に住んでいらっしゃったんですかよかったら今度話を聞かせてくださいええまた今度ね女の人が言いたいことは何ですか パーティーに招待してほしい。2, 2部屋でパーティーをしないでほしい。3外国にいた時の話を聞いてほしい。4夜遅くに騒がないでほしい。 3番ラジオで女の人が話しています寒くなってきましたね冬はインフルエンザが流行する季節ですこれはウイルスが原因ですインフルエンザは1年中いつでもかかる可能性がありますが特に流行する冬は普段から手洗いやうがいをきちんと行い ウイルスを体の中に取り込まないようにすることが大切ですまた生活習慣を意識し規則正しい生活を送るとウイルスに対する体の力が強くなることが期待できます女の人は何について話していますか1 冬に病気が流行する理由 2, 2インフルエンザの治し方3生活習慣が原因の病気4ウイルスから体を守る方法 問題4 1番 1> 机の上に友達の傘があります友達は今帰るところです何と言いますか1傘忘れてるよ 2, 2傘持ってこなかったの 傘ここに置いたら 2>, 2番写真を撮ってほしいです近くにいる人に何と言いますかすみません 写真を撮っていただけませんか。<S 2> 2? <S あの、写真を撮ってもよろしいですか。三。よければ、写真をお撮りしましょうか。三番。 おしゃれな店を見つけました。友達を誘って一緒に入りたいです。何と言いますか ?1、ここ、行かなきゃいけない <S ?2, 2、ここ、この前入ったよね ?3、ここ、ちょっと見ていかない 4番辞書を忘れたので、友達の辞書を借りたいです。何と言いますか 1, ?1 ぜひその辞書を使って。2その辞書ちょっと使わせてもらってもいい ?3, 3その辞書使ってみるといいよ。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは 始めます一1番 1> いらっしゃいませ何名様でしょうか16回目です26人です3お客様です 2>, 2番森さんちょっと書類の整理を手伝ってほしいんだけど 1, 1そうもう手伝わなくてもいいの 2, 2ありがとうじゃあお願いするね3ああ少し後ならできるけど 3番鈴木さん今日はお目にかかれて嬉しかったですこちらこそまたお会いしたいです 2> 2私も楽しみにしておりますではどうぞご覧ください。 リンさん日本語随分上手くなってきたしスピーチ大会に出てみたら1じゃあ出るのは諦めますはい私も出てみたいと思ってるんです出てみたらいかがですか 5番あ松本くんシャツのボタンが取れそうだよどこで落としちゃったんだろう 2, 2本当だ全然気がつかなかったよ 3, 3拾ってくれたのありがとう。 6番先輩さっきいただいた資料のことでお聞きしたいことがあるんですが1どこで聞いたの 2, ?2 どの資料が欲しいの ?3, 3うんどんなこと 7番お料理冷めないうちにどうぞ召し上がってくださいはいでは早速いただきますでは冷めてからいただくんですね 3> 3冷たいうちにいただきます 8番あ、アパートの部屋の鍵、かけずに出てきちゃったかもしれない。1, 1部屋に忘れ物しちゃったの ?2 帰って確かめた方がいいんじゃない ?3 かけてきたんなら大丈夫だね。 9番棚の片付けまだ終わってないみたいだけど遅いしそれ明日にしても構わないよあ今日中に終わらせないといけないいいとけんですね2今日はちょっとお手伝いできないんですが 3> 3すみませんじゃあ今日はここまでにします。 これで懲戒試験を終わります。